ルース・エルダーはアメリカ合衆国の女優、女性パイロットである。1927年10月、男性パイロット、ジョージハルドマンの操縦するスキンソンでロイター機で大西洋横断飛行した最初の女性の名誉に挑戦したが失敗した。リンドバーグの大西洋無着陸横断飛行の成功は世界的なニュースとなり、その影響の一つが最初に 大西洋無着陸横断飛行に成功した女性という名誉を目指した飛行に何人かの女性が挑戦したことである。1928年6月にアメリア・イヤハートがフォッカー F7 フレンドシップに登場して成功するまで失敗したいくつかの飛行が行われた。エルダーはアラバマ州アニストンに生まれた。エルダーの飛行のパイロットを務めたジョージ・ハルドマンは レイクランドに飛行場を作り、飛行学校を共感をしており、ルース・エルダーは訓練生の一人だった。挑戦の発表時点では、パイロットライセンスを得ておらず、登場する機体のメーカー、スチンソン・エアクラフトの宣伝であるという見方もあった。1927年10月11日、エルダーとジョージ・ハルドマンの登場したスチンソン、デトロイター、アメリカンガール・ゴーは、 ニューヨークのルーズベルト飛行場からパリを目指して出発した。悪天候とエンジンのオイル漏れに悩まされ、アゾレス諸島沖に不時着水した。乗員は航行中のオランダのタンカーに救助されたが、機体は救助中に炎上した。エルダーは、その後、1929年に開催されたカリフォルニア州からオハイオ州までで争われた最初の女性パイロットの飛行レース、通称 パウダーパフダービーに出場して恋になるなどし、女性パイロットの国際クラブ、9T、9クラブの創設メンバーとなった。女優としては、陸戦隊のモーラン、モランオブザマリーンズ、1928年に出演した。ありがとうございます。